項目では、ウクライナの歴史について詳述する。縄文土器文化盾穴墓文化現在のウクライナで人類が現れたのは旧石器時代初期約30万年前である。現人段階の人類は中東からカフカス山脈とバルカン半島を経て国会北岸へ移動したと考えられる。12万年前から旧人が登場し、4万年前に新人が出現した。 ウクライナで発見された旧石器時代後期の新人遺跡は約800があり、新人の人口は約2万であったと推測される。1万年前以後、中石器時代において欧州の気候が定まり、ウクライナでは北部の森林地帯、中部の森林草原地帯、南部の草原地帯といった気候地帯が成立した。それぞれの地帯において異なる文化圏も形成された。 人類は弓矢を使い、動物を飼育することができた。紀元前6000年期から人類は農業をはじめ、土器や布などを作成するようになり、新石器時代に入った。ウクライナで見られる新石器時代の農耕集落跡は東欧最古であると考えられている。紀元前4000年期後半、ドニステル川とドニプロ川の間の地域では、トルイピーリャ文化が発展した。 トルイピーリャ人は、定住して、農耕、畜産を営み、数百人の人口を持つ、大きな集落で暮らしていた。彼らが、ウクライナで初めてから好き、ドリルと、銅加工技術を用いた人々であった。トルイピーリャ文化は、当地中海文化圏に属していたと思われる。紀元前3000年期末になると、トルイピーリャ文化に変わって、青銅器時代の縄文土器文化と、 タテ縦穴墓文化という新たな文化が誕生した。前者は農耕文化で中央、東ヨーロッパにも広がり、ウクライナの森林地帯、森林草原地帯までに及んでいた。後者は畜産文化で草原地帯を中心に国海北部から裏海北部まで拡大していた。縄文土器文化の人々はインドヨーロッパ語族のゲルマン人、バルト人とスラブ人の祖先になったが、 タテアナ墓文化の担い手のウクライナ南部の遊牧民の祖先となったと推測される。紀元前2000年期末から紀元前1000年期にウクライナにおける縄文土器文化は都市イネチコマリウ文化とビロフルーディウカ文化へ移行したがタテアナ墓文化はアゼクラゾウボ文化によって入れ替わった。アゼクラゾウボ文化の人々は畜産の遊牧民でインドヨーロッパ語族のイラン語派に属していた。 紀元前15世紀以後、彼らから、キンメリア人、スキタイ人、サルマタイ人などが分かれたと考えられる。キンメリア人は、ホメーロスのオデュッセアをはじめとする古記録、古資料で見られる、ウクライナの最初の民族である。ホメーロスは、国会北岸の地を、キンメリア人の地と呼んでいる。キンメリア人は、伝統的な巻地区を行いながら、紀元前10世紀から、 鉄生産技術を発展させ、周辺の地域を自らの支配下に置いた。紀元前8世紀から紀元前7世紀にかけて力を蓄えた金メリア人は、小アジア半島の都市を略奪するためたびたびに遠征に出兵した。しかし、紀元前7世紀末期になると、金メリア人の東に住んでいたスキタイ人は、金メリア人を国会北岸から西方へ追い出した。 詳細は、スキタイウヨびサルマティア人を参照1917年のロシア革命を機に、ウクライナはいくつもの勢力が、独自の政府を組織して、独立を宣言したが、いずれの勢力も互いに、またペトログラートのボリシェビキ革命政府と対立し、特に10月革命以降激しい内戦状態に、陥った。これを、ロシア側では、ロシア内戦と呼ぶ。 ロシアの内戦に包含しており、ロシア内戦のウクライナ戦線などと呼ばれているが、ウクライナでは、ウクライナ内戦と呼ぶ。同時に、ボリシェビキとの戦闘を、ウクライナソビエト戦争と呼ぶ。また、1918年からは、ポーランドソビエト戦争と呼ばれる戦争が始められたが、その主戦場となったのは、ウクライナ地方であり、第一次世界大戦時の連合国各国派遣軍や、 ドイツ帝国軍なども加わって激しい戦闘が繰り返された。主要な国家としては中部ウクライナから東、ウクライナにかけてウクライナ人民共和国、西ウクライナに西ウクライナ人民共和国が成立した。10月革命時の最大勢力はキエフを首都とするウクライナ中央ラーダのウクライナ人民共和国で臨時政府派、ボリシェビキが続いた。 第三勢力のボリシェビキと共同して、第二勢力の臨時政府派を潰した中央ラーダは、その後ボリシェビキの戦線復刻を受け戦争状態に入った。1918年1月には、中央ラーダは首都を追われ、ジトーミルで体制を立て直した。2月に中央同盟国とブレストリトフスク条約を締結したウクライナ人民共和国は、ドク、オーグンと共同して、 ボリシェビキを一挙に壊滅し、クリミア半島に至る広大な領土を手にした。4月にドイツの軍事力を背景とした平マンの政変が起こされ、国号はウクライナ国に改められた。同国は安定した発展を見せたが、ドイツの連合国への降伏により事態は一転。ウクライナ国政府はディレクトリア勢力に敗れ、ディレクトリアはウクライナ人民共和国を復活させた。 一方、西ウクライナでは、ウクライナ国民ラーダが、リビューを首都とする西州ウクライナ人民共和国を成立させた。しかし、ウガンウクライナの併合をもくろむポーランドとの戦争に、敗れ、同共和国領はポーランドに併合された。一方のウクライナ人民共和国も、かつての勢いを取り戻すことができず、その後ウクライナは、全土で、内戦状態に陥った。 主な勢力としては、不可分の大ロシアを標榜した、帝政派の南ロシア軍など白軍、国会より侵入し、不可分のロシアへの支持から白軍を支援した、フランス軍やイギリス軍、アナキストのネストルマフの率いるマフの運動と呼ばれる、ノーミンアナキズムのウクライナ革命放棄軍、ベッサラビア方面に侵攻したルーマニア軍、西部より侵攻したポーランド軍、そしてロシアボリシェビキとボロチビストなどの、 ウクライナボリシェビキがあった。マフの運動は一時期、ボリシェビキの赤軍や白軍を放築した。ウクライナ人民共和国は、マフの軍や白軍との戦いで消耗し、赤軍に対抗するため、ポーランドと連合した。ポーランド参戦以降のウクライナの戦いを、ポーランドソビエト戦争と呼ぶことがある。しかし、ポーランドの裏切りや、軍隊内での伝染病の発生により、 ウクライナの命運は尽きた。中央、ラーダディレクトリアの残存勢力は、国外へ逃れ亡命ウクライナ人民共和国政府を立ち上げた。一方、ウクライナボリシェビキは、当初はモスクワのボリシェビキからは、独立した組織であったが、次第にモスクワの支配下に置かれるようになっていった。白軍は一時は、モスクワに迫るほどの勢力を持ったが、マフの軍闘の戦いによる消耗と、 A フッツ軍の干渉の失敗により、赤軍に敗れた。ウクライナの独立勢力のすべてが、反、ボリシェビッキで一致していたにもかかわらず、互いに協力せず潰し合いとなった最大の原因は、白軍の掲げた不可分のロシアという政策と、反社会主義思想が原因であったとされる。また、マフの軍はアナキストでありながら、主に赤軍に協力して強大な白軍勢力を、 前言したことも赤軍勝利の大きな要因であった。マフの運動賛同社は最終的には赤軍によって老若男女ほぼ皆殺しにされた。1922年にかけて共産主義のロシアに対して強く抵抗したのでソ連の政権がウクライナ人の問題を解決するためにウクライナ人が住む地域において人工的な大飢金を促した。1933年に ヨーロッパの国葬と言われたウクライナでは数百万人が合死した。内戦は最終的には1921年の白軍の壊滅により終結したが、ウクライナでは1919 19年のウクライナ社会主義、ソビエト共和国の成立を経て、1922年にはロシアソビエト連邦社会主義共和国や、白ロシアソビエト社会主義共和国と共にソビエト連邦を結成した。 当初は、ウクライナ政府にもある程度の意思決定権が与えられていたが、それは徐々に制限されるようになり、結局ソ連の結成によりまたもやウクライナの独立は失われることとなった。ロシアにとってウクライナは、すべての産業の中心地であり、手放すわけにはいかなかった。また、内戦の終結後西部のハルイチナー地方など一部、地域は、ポーランド領となった。ルーマニアは、 ウクライナの一部の併合により、大ルーマニアの夢を達成した。第二次世界大戦が始まった1939年、ソ連はポーランドに侵攻し、占領した西ウクライナをウクライナに組み入れた。その中で一時カルパとウクライナの独立が宣言されたが、ドイツは同盟国であるハンガリーへその領土を組み込んだ。百四十一年以降の独ソ戦で赤軍が敗走を続ける中、 キエフ包囲戦において66万人以上のソ連軍兵士が捕虜となった。1941年のナチスドイツとソ連の海戦はスターリンの恐怖政治に怯えていたウクライナ人にとって一時的に解放への期待が高まることになった。ドイツ軍は当初解放者として歓迎された面もあり、ウクライナ人の警察部隊が結成された。独ソ戦ではウクライナも 激戦地となり、500万人以上の死者を出したは、ウクライナから退却する際に再び大量殺戮を行っている。しかし、彼らの目的であるウクライナの政治的、文化的独立は、ソ連のみならずドイツ側からも弾圧された。かねてより独立活動を行ってきたウクライナ、民族主義者組織が1941年6月に、ウクライナ独立国の独立を宣言した際には、 ドイツは武力でこれを抑え込もうとした。ドイツは帝国関区ウクライナを設置し、ナチス親衛隊が直接統治を行うこととした。ウクライナ人は劣等人種とみなされ、数百万の人々が東方労働者としてドイツへ送られて強制労働に従事させられた。また、ウクライナに住むユダヤ人は全て絶滅の対象になった。 ドイツの占領などによる大戦中の死者の総数は虐殺されたユダヤ人50万人を含む700万人と推定されている。なお、ユダヤ人虐殺に関しては現地の住民の協力があったことが知られている。人だけでなく穀物や木材などの物的資源も略奪され、ウクライナは荒廃した。このドイツ軍の暴虐にウクライナ人農民は各地で抵抗し、 やがて1942年10月、ウクライナ放棄軍が結成されるに至る。主に西ウクライナにおいてテロ活動などでドイツ軍と戦った。ウッパが活動を活発化させればさせるほどドイツ軍もウクライナ人迫害の手を強めた。一方でドイツ軍は1943年春にスターリングラード攻防戦で決定的な大敗北を喫すると自らの軍隊に 東方人を編入させようとして、武装親衛隊に、ウクライナ人部隊、ガリツン師団を創設した。ウクライナ人たちも、ドイツ支配下のウクライナの待遇が改善されることを希望し、約8万人のウクライナ人が応募、そのうち1万3000人が採用された。1917年から1921年の、独立革命の挫折の経験から、 ウクライナ人は自分たちによく訓練された正規の軍隊が不足しているということを痛感していたのである。彼らはまさにウクライナ人としてスターリンのソ連軍と戦う機会を与えられることになった。ガリチエン師団以外にも多くのウクライナ人が元ソ連軍捕虜としてドイツ軍に参加している。しかしそれらを圧倒的に上回る数のウクライナ人がソ連兵として ナチスドイツと戦い、死んでいった。当時のソ連軍兵士1100万人のうち、4分の1に当たる270万人が、ウクライナ人であった。やがて、ドイツが敗走して、再び、ソ連軍がやってくると、ウクライナ放棄軍は、破滅的な運命をたどる。彼らは今度は、ソ連軍に対するテロ活動を開始し、それだけでなく、ガリツヤ地方のポーランド人、 ユダヤ人の大量虐殺を行った。家は次々に焼き討ちにし、時には虐殺に反対した同胞のウクライナ人をも一緒に殺害した。このようなウッパのテロ活動は1950年代まで続いた。戦後、ソ連はポーランドやチェコスロバキアと共同軍事行動をウッパに対して起こし、ポーランドでは国内のウクライナ人を強制退去させるビスワ作戦が行われた。 戦後間もなくの東欧は新しく引き直された国境線に従って大量の人々が無理やり移住させられる時期だった。ウクライナでもポーランドなどから追い出されたウクライナ人が大量に国内へ流入する一方で多くの国内のポーランド人、ユダヤ人は国外へ強制退去させられ国内からほとんど姿を消してしまったのだった。ウクライナは 第二次世界大戦において最も激しい戦場になったとされ、その傷跡は今日にまで各地に残されている。ドイツ空軍機による破壊は文化財にも及び多くの歴史的建造物が失われた。ソ連政府はウクライナ人への懐柔策として南方戦線と呼ばれていた。この地域の戦線をウクライナ戦線と命名し、ウクライナ人を前線へ投入した。 第二次世界大戦後、ウクライナ社会主義共和国の国境は、旧ポー,ーランド領であったハリチナー地方などを併合して西に拡大し、ほとんどのウクライナ人が単一国家のもとに統合された。ソビエト連邦内では、ロシアに次いで2番目に重要な共和国となり、ソ連の国葬と言われた。詳細は、かつてのウクライナの国家の一覧を参照 ABC、サブテルニー、 オーウクライナ、エイヒストリー、トロント、ロンドン、ユニバーシティオブトロントプレスインアソシエーションウィズザ、カナディアンインスティチュートオブユークレーニアンスタディーズ、1988、ABCR、ゼー、ザバイブ、ゼー、1997、黒川雄二2002年にページ。ありがとうございます。